高純度なチャンネルを目指しております。どうも、キッシーでございます。さあ、といったわけで、本日も近畿シングルハッピーバースデーという企画をお届けするんですけれども、昨年の4月から、スタートしたこのねハッピーバースデーの企画も本日でなんと最終回となっております。さあ、そんな最終回にお届けするのは本日リリースになりました高純度ロマンスでございます。で、出たばかりなのでね、まだ高純度ロマンス聞いたことないよって方もいると思いますので、動画の最後の方にですね、こちら高純度ロマンス、私が最後の、サビの部分をですねちょっと弾き語りさせていただいておりますので、かなり難しかったので相当時間かけて、収録いたしましたので、ぜひねそこも見ていただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。高純度ロマンスについて高純度にご紹介していきたいと思います。高純度ロマンス2022年3月16日発売の44枚目のシングルでございます。こちらは今年のね25周年イヤー、記念すべき第1弾シングルとなっておりますが、こちらタイアップつきましたね。はい、デュオのザ・クレンジングバーム CM ソングになりました。デュオの CM ね、何年も前から出演はされておりますが、タイアップにつくのは初めてといったことでございます。まだちょっと CM の方は見れておりませんが、そしてなんといってもこのね3月にリリースというのが本当に珍しくて、我々ファンはちょっと戸惑いの声もあったような、大体極端にも寒い時期か、暑い時期かのね発売しか経験していないので、このシーズンにね、新しい楽曲をもらえたというのがもう何よりもすごくもう嬉しいかなと。やっぱ曲っていうのはね、こう振り返った時にその月を思い出したりしますので、さあそんな記念すべきこのね25周年や第1弾シングルは、作詞松本隆さん、作曲は益子達郎さんでございます。松本隆さんデビュー曲ガラスの少年から始まりね、数多くの楽曲をキンキが提供していただいておりますが、シングルだとスワンソング以来のね13年ぶりの楽曲提供でございますが、まあ2020年にね、大アルバムの方にね 99% という楽曲で久しぶりに提供していただいておりますが、もうでも最近ね松本隆さんが詞を書かなくなってしまったといったことなので、ここでねまた楽曲をいただけるのはすごく貴重なことなんじゃないかなと思います。そして作曲のね益子達郎さんもですね、ハーモニーオブディセンバー変わった形の意思とかもね提供いただいておりますが、シングルとしては本当久しぶりの提供です。まあ、剛くんとね新しい時代のコラボとかも最近ありましたが、だから松本隆さんとね益子さんはたくさん楽曲提供していただいておりますが、ペアを組むのは今回初めてといったことでございます。まあ、先行して YouTube の方でプロモーションビデオがね流れていたので、この1番の歌詞というのはね発売前に聞いていたんですが、最初聞いた時ちょっとこう、まあ、応援歌に近いようなね、テイストを受けたんですが、これはですね2番以降の歌詞を見ると世界観が一変しまして、ラブソングの要素が強くなるんですね。もう歌詞がまたこう鮮明にねシーンが浮かぶような言葉選びを松本隆さんしておりまして、とてもロマンチックだなと。でお二人も言っておりましたがね、この蝶結びという言葉、しかもこの永遠の蝶結びというね、言葉選びでございますが、いやーこのワードセンス本当素晴らしいですね。お二人も言ってましたが、蝶結びっていうのはやっぱ解けやすいですけれどもね、それがまでも永遠の蝶結びといったところでまたちょっとこのすごくね深い意味に捉えられますよね。でこの楽曲はまあ1番も2番も大サビもですね微妙にこうメロディーラインが変わってきたりですが、とてもね緻密に作られております。ちゃんと覚えるのはこれ相当時間かかると思います。でかつこの一番最後の部分でね、珍しくちょっとこう合唱するようなコーラスが入ってくるんですけども、それがまたこう新鮮で、いや一番の導入から考えるとですね、この最後に、合唱っぽい締めくくりになるっていうようなテイストの曲だと思えないんですよね。そうなのでこの入りから、うわ着地はこういう風になって、しかもこう蝶結びというね、ワードで終わるんだっていうのが、なんかこう一つのやはり物語をね、見てるかのような印象を受けるね楽曲となっております。さあそんな高純度ロマンス初回 AB 通常版がこちらとなっております。春の発売といったこともあり、全体的に淡いカラーでねできておりますが、ジャケット写真で後ろ姿が映るというのはこれもしかしたら初めてなんじゃないですかね。顔が出ないっていうのはすごいですね。光一さんのねこの人気のある最長のこの ロン毛姿もねジャケットに収められたといったことでね、ファンとしてはこう嬉しい限りでございます。そしてこのシール、帯、ディスクともにですね、赤と青というのがねやはり近畿カラーですが、この赤と青も春の淡さみたいなものがちょっと入っていてね、これもまた、ね、いい仕様ですよね。さあそしてプロモーションビデオでございますが、初回 A の方に入っているバージョンの方にはですねオリジナルバージョンというのと、まあ、オンリー近畿キッズバージョンというのが入っております。
このオリジナルバージョン、まあ、劇場貸し切りでの撮影といったことで、きちんとこう公演のセットなんかも組まれた状態で撮影でしたけれども、他のね役者さんとか、ワンちゃん犬までね登場するようなプロモーションビデオとなっておりますので、なのでこのプロモーションビデオを見ると最後のこの合唱の意味合いが分かるというか、KinKiKids以外にもこのね人生をいろいろと歩んでる方々の声がね、一緒にあってこう重厚感があって、よりこう感動的な、終わり方になっているんじゃないかなと思います。そしてオンリーキンキキッズバージョンというのは、まあ、その文字通りですけれども、他の役者さんが出ていた箇所をですね、お二人のカットのみにね変わっているといったようなことですけれども、まあ、この仕様というのも過去にやったことのないパターンだったので、これもまた新鮮に感じる部分でございました。そして初回版 B の方には、こちらはまあプロモーションビデオではないんですが、今年のお正月にやりましたコンサートの方からですね、アニバーサリーフロムキンキキッズコンサート2022が収められております。ただこのアニバーサリー始まる前にですね、まあ、1997年から2022年の25年間をですね、ハッカキャンディのピアノ伴奏に乗せて映像が流れるんですけれども、それも込みだったので、もうこう映像を見た瞬間にあの時のグッとねこの世界観にすぐ入り込めて、ハッカキャンディピアノ伴奏とアニバーサリーだけでしたけども、すごく感動的なねシーンでございました。まあ、これが先行映像としてね、出たといったことで、まあ、後日またフルで、見れる日をねちょっと楽しみにしているわけでございますが、さあそしてテレビ披露でございますが、現段階では先日のねミュージックステーションとカウントダウン TV ライブライブと2回ほど披露がございました。ミュージックステーションのレギュラー回でシングルを披露するというのはすごく、久しぶりだったんですけれども、これいつぐらいからこれレギュラー回にあんまり出なくなっちゃったんですかね。当時これ3週連続とか出てる時もねあったんですけれども、まさかこう M ステに出るのがちょっと貴重に思える日がね来るなんていうのは思ってもみませんでした。カウントダウン TV もね当時はあのレギュラー放送の時ね、深夜放送の時はレギュラーのように出てたんですけれども、このね生放送ライブライブというのは初めてのことだったんで、まあ、これを皮切りにまたね新曲が出るごとにね出てくれたら嬉しいかななんていうふうに思っております。さあそしてカップリング曲でございますが、初回版 A の方にはプレシャスメモリーズ、初回版 B には切ないね、通常版には手をつなぐのは久しぶりだね、マイオンリーワンの計4曲がカップリングでございます。いつもよりカップリングの曲数としては1曲多いので、まあ、ファンとしてはもう本当にね、曲数多ければ多いほど嬉しいので、まず初回版 A のプレシャスメモリーズでございますが、こちら作詞作曲は堂島康平さんでございます。まあ、前回ねシングルアンペアの、ね、A 面の方をご提供いただきましたが、あのアンペアとはね全然もう対照的に、ゆっくりとしたねバラード曲でございますが、まあ20年以上携わったこの堂島さんがね歌ってほしいと思ったような曲なんじゃないかなといったような、歌詞の中にねかつて描いた日々の彼方にいるといったような、そういう言葉が出てくるんですけども、まさにそうですよね。もうキンキキッズはこれも前人未到の領域にね突入しておりますので、だ堂島さんはこのアップテンポからバラードまでいろんなキンキキッズの顔をどんどんこう引き出してくれていってるような印象も受ける曲になっております。そして初回版 B 切ないねでございますが、こちら、作詞は西野こんにゃくさん、作曲は YCM さんと、大石隼人さんでございます。まず作曲の YCM 大石隼人さんでございますが、どちらも初めての提供になりますね。そして西野こんにゃくさんも初めての提供で、しかもこの方1996年生まれでございます。で近畿だけじゃなくていろんなアーティストの方にもですねまだ、提供が少ないので、結構音楽的には、まあ、駆け出しに近いような方なのかなと。なんで比較的に若い方々が制作に当たった、曲なのかなと思っております。少しアップテンポな、ね、失恋ソングでございますが、まあでも掛け合いがすごい速くて難しくて、しかもそこにハモリも入ってといったような形で、これはね歌うのは相当難しいと思いますよ。でタイトルよりやっぱ切ないねといったことでございますので、まあ、疲れてる音も切ないようなねマイナーな音なんですけれども、終わり方のねこう切なさがグッとね伝わるような、テイストの曲となっております。さあそして通常版の手をつなぐのは久しぶりだね、こちらは作詞久保田洋二さん、そして作曲の、また英語ですね、フリードリック・フィギー・ボストムさん、そしてポンツ・サドゥアク・ウエストさん、はい、そして早川俊さん、ラーズ・サフスサフスンドさん、はい、作曲のラーズ・サフスンドさんは、光一さんのねソロ曲の Day by Day 提供いただいております。
その他の方は、まあ、他のジャニーズには、ね、提供しておりますが、近畿には、提供は初めてといったことですかね。はい、久保田さんはもうトゥーハートから、ね、始まり、たくさん楽曲提供していただいておりますが、あ、でも提供するの結構久しぶりなんですね。星見るふりとかマフラー以来の提供となっております。で、今回のカップリングの中では一番アップテンポでね、歌詞も明るくて、これライブだったらまあダンスナンバーで披露されるんじゃないかなといったような、タイトルからしてね、ちょっとバラードをイメージしてたので、まあ、こういったナンバーもね、カップリングならではの、KinKiKids の魅力みたいなのを引き出せてるんじゃないかなと思います。そして My Only One でございますが、こちら作詞は孔明小林さん、作曲はまた英語ですね、マルクス・リンドバーグさん、アルビン・ノルド・クリストさん、はい、そして坂室健一さんでございます。坂室健一さんは他のジャニーズにはね、楽曲提供いただいておりますが、近畿にはこちら初と、そして他の、この英語の方々は、こちらも光一さんのソロ、プレイフルのミューチュアルを提供いただいております。なので、まあ4曲中2曲、光一さんのね、ソロの方に携わった方も、参加していただいているといったようなことでございます。孔明小林さん、近畿にはたくさん提供いただいておりますが、ハッカキャンディの英語詞とかも書いていただいたりですとか、提供は、まあ、Give Me Your Love 以来でございますが、今回はもうラブソングでございます。まあ、今回の中で一番スローバラードになりますが、まあ、近畿は本当こういうスローバラードが本当に似合いますね。やはりこの楽曲もですね、後追いのパートみたいのがあったり、こういった試みもね、初めてなんですけども、で、またパート分けが超緻密にね、分けられておりますので、もう最後のサビのパートとかすごいですよ、本当に。これもカラオケで2人で歌うとなると、どっちがどっちだみたいに、ね、なりかねないので、そんぐらいこう緻密に、パート分けがされてるラブソングとなっております。さあ、といったわけで、本日発売の高純度ロマンスについて、誕生日おめでとうございます、ご紹介させていただきました。まあ、内容でも触れましたが、YouTube の方に流れているもの、まあ、一番のね、とこだけで見て、この楽曲はですね、お話の最初の部分しか見ていないような印象を受けるので、ぜひですね、フルで聴いて、この世界観をですね、本当に最後まで聴いていただけたらと思います。聴いていただけたらというのはちょっと僕は何者だって話なんですけれども、さあ、そして、そんなね、KinKiKids高純度ロマンスの弾き語り、まあ、最後の部分だけ私がですね、ちょっといろいろパート分けとかを一人でやってみたものがありますので、よければそちらもご覧いただければと思います。さあ、そういったわけで、1年間お届けいたしました KinKi シングルハッピーバースデーは一旦これにて終了となります。皆様ご視聴ありがとうございました。まあ、せっかくね、1年間やってまいりましたので、まあ、ちょっとね、総まとめみたいなものも近々上げたいと思っておりますので、ぜひぜひ皆様、これからも高純度なチャンネルを目指して頑張りたいと思いますので、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。そんな時背中を軽くポンと叩く、君の手に救われたのさ。る道を僕は選んだ、迷わずに